私は、ブラック奏者の金川と申します。今日は太鼓一人なんですが、一昨年初めてここで演奏させていただいた時は、和太鼓と笛で演奏させていただきました。で私は、その和太鼓と笛のユニットは一座一貫と申しまして、一人の太鼓奏者と一人で、主にそれがで活動しております。で、私は太鼓奏者の端くれなので、自分の世界を表現しようということで、一人でこういった活動も、この2、3年前にか、しだしました。今日はご紹介にあったいただいた